ブルオアナッシング。何それ、なんかアンロックされた。何ダブルオアナッシング。ああ、なんか別のモードがあるってことかな。へえ、ちょっとやってみる。ね、やってみます。ダブルオアナッシングってだって今のね稼ぎじゃちょっと納得いかないわけでしょ。1000万しかなかったもんね、うん、なんなこれ。ぶっ壊されてんじゃん。左に何か電子レンジかテレビか。ぶっ壊されてるよこれ。かっこいい。コニーコニ ー, コニーソニーじゃなくてアマトリックスみたいな。えボルタ、ボルタかっこいい。かっこいいね。あーこれは実績が見れるのね。データが見れる。なんでこんなところでモニター。あーなるほど、まあ、見れるってだけ、まあ、見れるよっていうデータが見れる。何かがまだロックされてるですか。なるほど。わ、なんか薬もあるよ。薬あるよ。これは？え？運転能力？運転能力？え、何も中間で飲みましたけど。何飲んだんすか？何も考えないと飲んでた。え、なくなったしかもそれ。これ。え、どうなっちゃったの今？わからない。どうなったんですか。ダブルオアナッシングをこっちでできるんですかね。これどうなってるんだろう。どうなんでしょう。そして何を飲まされた？確かに。同じだもんね。あ、でも3になってるよ。ドクロじゃない。あ、もう最初から入ってる。最初からちょっとモードが違いますよ、これ。最初から入ってるのか。なんか、何これ何なんか違うの出てきてる。もう4個、あ、3個新アイテム。あ、でも2段で最初は。2段。はい、2分1。2、2。なんか知らないアイテムが。アイテムあるね。じゃあ、あります。アドレナリン。盗み盗む。ああ。アイテムなんかよくわかんない。人も取れるんだ。あれなんだ、携帯みたいな。すぐ使うね。即使うな。即盗みして。どれ取る、これ何使い捨て携帯。謎の声が未来予知。なるほど。盗んだ。え、即使いな。2発目。空砲、初。ええ、どういうこと？2発目が空砲。2発目が空砲ってこと？じゃあ1発目が実砲なんじゃない？あれ？え？は？あ、そっか。あ。は？は？あ、空砲。2発目空砲だった。やっぱり。あれが未来予知してくれたんだ。あ、痛い。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 やばいやばいやばい。え、じゃあもう次絶対に実砲じゃん。次実砲ですね。タバコ吸う？タバコ吸っとくか。タバコ吸った上で相手を撃てばまあ同点に打ち合いはできますね。2発目が空砲ってことじゃないかな。そっかそっか。教えてくれるんだね。じゃあ結構使いどころ難しいな。タバコ、ビール。ビール。あ、少ない。おお。結構あるね。7分の3？ 7分の3か。飲んじゃう。わからん。どっち？お、これで2分1で地上で2発撃ちかな。はい、そしたらまあまあ、まあ、ほぼ、ね、ほぼいけるでしょ。腹だったしね今ね。まず2分1。あらあらら、もう次バギが5分の3。はい、次地上でいけ。へえ、まあ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 、これでファーストゲームは勝利と。もう慣れてますねこれね。あ、いいね。お、ソードオフ。おい、なんかこれ新しいの知らないの来た。え、なんかいっぱい新しいのいっぱいある。まだ、まだいけん、まだ増えてんな。ランダムなのかな、もしかして。どんね、おぉ、アイテムはこれ何、インバータ。3点。うわ、なるほど。むず、虫眼鏡の後いけるわけか。こっちは期限切れ薬。わあ、これはやだね。半分の確率で2倍回復。これはやだね。でもこいつをずっと残しとくのも嫌だね。嫌だね。うん、まあ見るか。確かに。まあ、早速見て、うん、から空砲で、まあ、これをインバータを使えば実砲にできるってことだ。あ、なるほどね。からが実弾になって、だったっていうだけ。他のやつは変わる。これだけでしょ。はい。これ実弾にしての総動作。すごいね。すごいことしてる。本望だわ。はい。はい。これで半分削れてるから。うん。うん、あ、回復して。あ、でもあいつコンバーター2個持ってるね。お、廃墟する。お、廃墟。あ、実動。どうなるお前、それ。あ、薬飲んだ。あ、あら、回復しちゃった。回復された。回復されたか。いけ。うわー。空砲。5分の3。やばい。5分の3。あー、痛い。いや、ちょっとまずいんじゃない？まずいかも。結構まずい。打つしかない。打つ。あ、おい。さあ使うか。では使うか。ではコンバート。あれ使わず自分。お、え？おお。二分一。これ二分一だ。どうする？どっちを打つ？あ、自分。自分か。ええー、こいつ。東京。かっけえな。こいつすげえ。
ソード使える、はい、まあでもアイテムもらえるからね。そうね、何個アイテムが出てくる？5個もらえたんだよ。虫眼鏡、虫眼鏡、虫眼鏡いっぱいだけか。2分1は、これはもう、これはもう使うか。これはもう眼鏡で、これはもう虫眼鏡を使えば絶対に勝てる。分かると。はい、実は10で、アイテム盗みは使われたらまずいから、ドキリ切っとかないと。これは切っとく。うん、はい、で相手はコンバーター使ってこっちに打って、お互いライフ1だけど向こうタバコあるから21かな。箱見たらなんだろうね、あれ、あれコンバーター、逆にするやつ。あれコンバーターか。うん、21だね。アイテムも盗む。あ、盗まれた。何盗む？タバ、あ、薬を盗むか。回復？なるほどね。いや、いや、死ね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 。これはきつい。これきついな。これはきついぞ。初回わざと勝たせてたんじゃないか。ビールか。あー、捨てないな。いけるかも。やばいかも。かなり積んでんじゃないか。これは無理かな。はい、きついな。はい、無理じゃん。どう考えても。あー、あー、自分。あた、どうした？どうした？どうした？フリルジャンキー。やばい。よし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 。うい。うい。お、来た。一撃。あ、盗み。あ、これもいけたんじゃないですか。あ、確かに。タバコもいった。タバコも、タバコ使って。タバコは使う。お、これいけるじゃん。これは確定じゃん。確定はね。確定で勝った。何よ、もう。はい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 。虫眼鏡。はい、どっちでしょう。はい、どっちでしょう。はい、空砲。よし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 。はいはいはい。はいはいはい。怖かった。OK。はい。どうもどうもどうも。気持ちいいね。これ、1000万に加えてさらにいけるんじゃないこれ。2000万あればね。がっぽり。家族を食わせられる。食わせられるよ、これ。建設でいこう。釣りね、釣り怖いよな。なんかいい使い道があるのか。さっきね、ぬるっと買っちゃったんで、タバコ、もう一度最終戦やりましょう。ここでなんか癖の強いものが多いな。はい、4か4ね。はい、2分1、5発目ジッポー。まあまあ死にはしないね、はい、いや死ぬ可能性あるか。結構やばいかも。やばいかも。実弾組み合わせ次第じゃやられるか。そう、実弾で手錠やられたら未来を聞いて、あ、未来聞いてる。あ、やばいかも、やばいかも、やばいぞ。おう、空砲、空砲か、やばいかも。これはこれは やばいですね。これはやばい。やば、あ、え、え、こいつ、こいつやばい。え、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 やばい。え、畳みかけるようにやばい、やばいって。あ、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 で、まだ使えない。あ、そういうこと。まあ、でもか、まだもう一回は出るか。なんであそこで総豆腐とかあったの。総豆腐の使いどころ誤ってくれたな。ね、とりあえずこっちのターンが回ってくるから、はい、いいんじゃない、打っちゃえば。はい、あー、ギリギリだ。これで合格。はいはいはい。さあ、ここよ、何個もらえるか。携帯、虫眼鏡いいよ。タバコがいいじゃない。お、来た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 。相手がなんだ。アドレナリンあるな。盗みで盗む。盗みで、そこ使うの、ね、向こうのアイテム盗み使ったら。で、即盗み。あ、いいじゃない。とりあえず全部消しちゃう。アドレナリンを全部消しちゃう。アドレナリンを使って、全部盗んじゃう。バチバチってやって。相手に回したら使われちゃうもん。で、あ、人のアドレナリン。あ、盗めない、盗めない、あ、やべえ。アドレナリンで、アドレナリンは盗めません。じゃあ、タバコ盗んどく。いや、でもどう、あれ、あれ、あれ、なんか押しちゃった。え、効果切れた。効果切れた。おい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 、バカ野郎。おい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 、は、何やったんだよ。何やったんだよ。とりあえず、とりあえずタバコ吸おうか。吸うか、タバコ吸うか。え、落ち着け、落ち着け。4がマックス。今めちゃくちゃテンパってるやつだと思う。危ない危ない。3発目ジッポー。なるほど、3発目がジッポー。ってことは今実質6分の2。はいはい、まあ、これは6分の2ぐらいはもう大丈夫。それはもう通過できますよ、うん、出るのね。出るのね。ありゃ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 、うわー、出るのね。いよいよか、これ。あ、盗まれる。じゃあ、あとわからん。あー、虫眼鏡か。ここも空砲っぽいけどな。そうだね、さすがに。あ、ジッポーだった。え、でもなんかさっきから意味わかんないことしてるからわかんない。え、でも3発目がジッポーでしょ。うん、ジッポーだった。あ、マジだ。え、じゃあ次ジッポーで。ジッポーだ。わお、
わおわおわお薬を飲むという手も薬師飲んで死んだら薬師切って切って当てちゃうかコンバーターないからね薬師ね、はいはいはい、ここで切り直しましょうはい、はい、これでアイテム次第では絶対勝てるからな勝てる勝てる、うん、薬盗み薬盗みいやいやそんなに続かないよそうねそんなに幸運が続いてたまるかいたまるかいたまるかいアホアホやばいやばいやばいこいつ命知らずだなマジで何君かけるところ知ってるなこいつすごいわすごいなうわいやまだわからんアイテムもあるから、うん、めっちゃ全部3発目になってたんだ、はい、ねね回復出て、回復出て未来もいいよ手錠がいいよ手錠がいいよ回復出た、まだある、まだいけるビールかビールいらねぇ、はい、でもビールだったら実報が分かれば結構強いそうね、そうねとりあえず一服しましょう、うん、相手結構これでもビールビールでいいんじゃないあ、で飛ばしちゃう飛ばしちゃうで、相手はアイテムも1個し、2個か何しか取れないから、うん、確かにじゃビールビール確かに。オッケー。いやこれでまあもうビールは残していい。残していいかもね。自分に2発自分に2発っちゃいましょうか。Okay. 危ないとこだった。危ねえ。ヒリヒリしてきた。回復とか欲しいね。残ってるからもう一撃死圏内だからね。そうなんだよね。はいよ。虫眼鏡は。あ盗むいいよ。盗むいいよ。あ盗むいいよ。アドレナリン。アバカもいいよ。よし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 。はい。半分。8分の4。8分の4。8分の4。薬があれば飲む感じがあるな確かにね発熱空砲だいぶ実報の気はしますけどねあ、空砲だ空空じゃあ2発空空空空だね2発もう自分に打っちゃ う, ちゃうえで、あとは空これ何発だっけ8分だから6分の4になった6分の4でも実よ手錠盗んどく相手に手錠されたらワンチャン死ぬ可能性ある手錠盗む確かに一応一旦これでおじゃあ手錠だタバコもあるんだタバコも盗んで回復もできるけどねタバコ盗んでもいい、ね、でもいいまあでもとりあえず一旦いったん、ね、そんでまあ外れても手錠の効果があるかもう一発いけるねいけますから打てオッケー5分の3まで来た盗んどこうか急いで取って4はいはいはいいいぞ行っちゃおっかごぶさんならごぶさんならねえで、こいオッケー素晴らしい呼ぶに呼ぶにあ、くしゃ好きだすごいねもうそろそろでしょうよしねしねしねはいオッケーおっしゃおっしゃもう一回薬飲めもう一回薬あ、どっちだ最強3分の2だった3分の2そして、これやるかからだよ。お、え、お、あれ？遅刻じゃない？遅刻じゃん。二分二だ。さいなら。すいません。やった。すいません。はい。スリルを求めたな。いけたいけた。これでクリアか？ミスするな相手。これでどうなる？ん？あれ？ん？ん？なんだこれ？五六七。なんだこれ？ダブルだ。ああ、これか。やるでしょやる当然。ダブル。倍になんの？当然ダブル。え、また一からなの？ああ、そういうことか。え、あ、これもしかしてこれが無限に続くってこと？あ、無限に続く。あ、死ぬまで続くってこと？そういうやつ。どこで降りるかってことね。死ぬまでやろうや。うわ、なんかこれ続くのか。え、もしかして永久？永久にこれが続くのか。まあでも次降りたら、次降りたらお金もらえるの増えてんのかな。永久だとしたらやばいっすよ。5発目く。え、今何だったの？これ一撃ででも死ぬ可能性あるな。そっか。相手の手持ち見てダブルオーナッシングをやんなきゃいけないのか。なるほどね。こうすげえ使う、ね、え、あ、薬莢も出しちゃう絶弾ではない OK、うん、まあ打っちゃうさいならあらあらえ、うん、やばい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 、うん、2発空砲が出ちゃいました、ね、まあまあまあおおでもでもこれえ、あ、あれでもあれん溶けたタバコ吸われるそらそう出すよね。ああ、実順がいいじゃないですか。あ、さらに出す。さらに出す。あんま変わんないかじゃあ。こいつの動き。容赦がないな。うん、まあそうでしょう。うん、原宿さん。原宿さん。集中力。終わったじゃないですか。原宿さん。原宿さん。どうすんの。
妻と子供が残されて、ね、手首だけポトって置かれて原宿さんってやるもんじゃないね、こんなのねどうなんでダブルいっちゃったんですか。相手がだってね、あんな持ってて1ゲーム目だ、そんな知らないもん、ダブルは説明してくれないと。ライフ2しかないから、ナッシングは C よ、そりゃ大衣装書いたでしょ、説明してくれないと。なんであの車が乗って帰んないですか。アイテムそのまんまならもう降りてますから、ね、えー